わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は特別編として2023年10月に就任した崇城大学小野長門学長に大学の特色について尋ねたぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。出身は玉梨出身で、それで、高校を卒業して、大学を卒業して国家公務員をやりまして、それから本学に平成4年ですね、助手として着任をしたということになります。それから平成15年にアメリカのシアトルのワシントン大学の方に留学を1年間ほどさせていただいて帰ってきまして、平成23年から工学部長、平成30年に副学長、令和5年10月に学長を就任したという経歴になっております。改めて崇城大学について小野学長に話を伺うとしよう。崇城大学は語学部体制の大学です。工学部と芸術学部、情報学部、生物生命学部、薬学部と語学部9学科ございます。本学におきましては、これから述べます3つの教育について力を入れておるところでございます。まずはですね、グローバル教育は重要だとそういうふうに考えておりまして、平成の22年でしょうか、シルクという英語学習施設ですね、設立しまして、そこでコミュニケーション英語を中心に学生教育を行っていると。全てが外国人で英語のみの教育を行っていると。基本的には英語だけしか使えませんので、いわゆる留学気分を味わえるような施設ではあるんですけれども、その中にサルクといいまして、自立学習を行えるそういうセンターというか設けております。学生に何ができるようになったかというものを本学では求めておりますので、そういった中でワクワクドキドキするようなですね、そういう施設の代表的な一つとして活用してもらっていると。もう一つはですね、アントレプレナーシップ教育を力を入れて教育しております。いわゆるアントレプレナーシップというのは、起業家精神を身につけさせるというか育成するような教育をしているということになります。基礎教育課程において授業でも行っているんですけれども、それに加えまして10年弱ぐらいですけれども、クラブとしてですね、起業部のクラブがあるんですけれども、現在は崇城アントレプレナーシップラボという名称に変わりましたけれども、実はこれは大学が公認する企業部の設立としては、これ日本で初めてだったんですね。狙いはいろんな挑戦をするようなですね、そういう教育になるんですけれども、本学においても崇城大学ビジネスプランコンテストを毎年実施しておりまして、学外のチームも含めましてコンテストを競うような、そういうような仕掛けも用意している状況でございます。3つ目は情報教育に力を入れております。情報教育といえばですね、データをうまく活用していって価値をもたらすというかですね、具体的には特に令和2年度に、これは文科省からの認定プログラムですけれども、数理データサイエンス AI 教育プログラム認定制度がありますので、これを本学でもそういう教育を始めまして、令和4年度には発展系のレベルのプログラムも始まりまして、実はその前の令和2年度でしょうか、 IoT AI センターを開設しまして、そこでいろいろなそういう情報教育をしっかりとやっているというところになります。今後の目標はどう考えておるのじゃ。大学は中長期計画というものを立てて進めていこうという状況にあります。その柱3つあるんですけれども、1つは教育と研究、それから2つ目は地域連携と社会貢献、3つ目組織と環境と、それぞれにミッションを立てておりますので、達成に向けて教職員一丸となって創造的な変革を共同しながらですね、これから頑張っていきたいと思っておるんですけれども、その先に楽しいということが基本的には大事だと思うので、笑顔と感謝にあふれるいいキャンパス、そういった構想をもともと進めておりますので、そういうキャンパス作りにこれからも邁進していきたいと、それによりまして大学のブランド力を高めて社会から信頼されるような大学に発展させていきたいと、そういうふうに思っております。崇城大学のこれからの発展がますます楽しみじゃ。